いらっしゃいませ、ダンディセカンドハウスへようこそ。バーテンダーのジュンです。今日もカクテルを作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で今回、作っていくカクテルなんですけれども、土曜日になりましたので、ノンアルコールカクテルを作らせていただきたいと思います。で使っていく材料なんですが、まずモナガさんから出てますチョコレートシロップを、ベースにしていきたいと思います。とても、ね、美味しいシロップですけれどもね、こちらを使っていきたいと思います。で合わせていく材料なんですけれども、アイスコーヒーを、加えていきたいと思います。で、まあ、アイスコーヒーを、ね、自分で、作っている水出しアイスコーヒーを、使っていきたいと思います。で材料はこの2つだけになります。はい、チョコレートシロップをグラスに注いで、アイスコーヒーを注いで、あとは混ぜるだけっていうね、簡単にできるノンアルコールカクテルになりますので、ぜひぜひ興味がある方は作っていただけたらと思います。で、今回作っていくノンアルコールカクテルが、ノンアルチョコレートコーヒーになります。それではね、早速作っていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。はい、それでは早速作っていきたいと思います。今回使っていく材料がこちらになります。じゃじゃーん。はい、モナノさんから出てますチョコレートシロップになります。はい、こちらをねベースにしていきたいと思います。本当にチョコレートの香りが良い、とても美味しいシロップになってますけれどもね、はい、こちら使っていきたいと思います。よいしょ。で、合わせていく材料なんですけれども、こちらですね、じゃん。はい、アイスコーヒーになります。これは自分でね、まあ、作った、水出しのアイスコーヒーですけれどもね、とても美味しいアイスコーヒーですが、まあ、当然ですけども、どんなものでも構いませんので、まあ、市販のものでも大丈夫ですし、アイスコーヒーであれば OK です。こちらね、使っていきたいと思います。最近結構ね、こうコーヒーを出すように、お店でね、出してるんですけども、こうアイスコーヒーも、もう水出しアイスコーヒー作ってみたら美味しかったのでね、最近ずっと作ってます。こちらをね、使っていきたいと思います。材料はね、この2つだけになります。チョコレートシロップを注いで、アイスコーヒーを注いだらもう完成ですね。混ぜたら、はい、とても簡単なので、ぜひぜひ作っていただけたらと思います。それではね、早速作っていきたいと思います。グラスはね、こういったちょっとね、低めのロンググラスを使っていきたいと思います。では、氷をね、入れていきたいと思います。アイスコーヒーが、ね、メインになってくるので、ちょっとね、大きめの氷の方が美味しそうに見えるかなと思うので、こんな感じでね、大きめの氷を3つほど入れて作っていきたいと思います。ではこちら、チョコレートシロップですね、こちらを15ミリ入れていきたいと思います。よいしょ、15ミリですね。このね、ちょっとのシロップの量でも本当に味と香りはね、出てきますので、全然心配なさらなくていいかと思います。よいしょ。結構こうシロップの量って使うの少ないんですけど、リキュールとかでね、カクテル作るのに慣れてらっしゃる方だと、こんなね、ちょっとの量で大丈夫なのかしらと思われるかもしれませんけど、大丈夫です。結構強いので、味、そして甘いので、逆にあんまり入れすぎると甘すぎて飲みにくくなっちゃうかなと思いますのでね、まあ、分量通り作っていただくのが一番いいかなと思います。15ミリ入れていきました。で、アイスコーヒー、こちらを120ミリ入れていきます。よいしょ、120ミリ、よいしょ。せっかくなんでね、メジャーでちゃんと測っていきましょう。なので3枚でね、こちら40ミリのメジャーカップなので3枚でちょうど120ミリになります。はい。よいしょ。で、もうあとは混ぜるだけですね。もう色だけ見るとですね、本当普通のブラックコーヒーなんですけれども、チョコレートシロップが入っていますので、当然チョコレートの風味と、あと甘さが加わってますので、とても飲みやすい飲み物、カクテルになっていると思います。よいしょ、はい、よいしょ。ではこちらで完成になります。はい、こちらでノンアルチョコレートアイスコーヒーになります。ノンアルチョコレートコーヒーですね。
で、一応ですね、こちらのレモン本当に完成ではあるんですけども、結構僕がお店で出す場合はここに生クリームを振ろうとしてですね、上からちょっとこう、シナモンパウダーとかね、かけてアレンジしたりもするんですけども、まあ本当ここ、あと牛乳でここにさらにね、足して割ってもいいですし、いろんなアレンジができると思いますので、ぜひぜひこういろんなね、パターンを試していただいて、楽しい、まあ、カクテル時間をね、過ごしてもらったらいいんじゃないかなと思います。まあ、いろいろできるんじゃないかなと思います。他にもね、モナーさんのシロップがあるんで、ちょっと足してみたりとかでもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひいろいろ、試してみてください。それでは本日はこの辺で終了したいと思います。明日また、カクテル動画でお会いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。失礼いたします。